雨模様のスタジアムでは試合開始を待つサポーターの声が高まってきました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。次のラウンドへ進むのはどちらか、運命のセカンドレグ。この一戦はサンフレッチェ広島が松本山雅と戦います。ホームチームはファーストレグに大勝し、このセカンドレグに臨みます。ホームの声援もあるので今日は自信満々でしょうね。後がないアウェーチームは捨て身で来るでしょうから、さすがに今日は一方的にやられはしないでしょう。激しい試合になりそうですね。こちらがホームチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。さあ試合開始。まずはサンフレッチェ広島のキックオフです。ドリブルで運びます。これは見事に奪いました。野津田学人。福西さん、今日は両チームエースの意地がぶつかる、まさにそんなゲームなんじゃないでしょうか。そうですね。どちらのチームにも素晴らしいアタッカーがいます。派手な展開を見せてくれるんじゃないでしょうか。さあゴールを狙いに行く、レアンドロ・ペレイラ。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ドーグラス・ビエイラ、ボールを前に運びます。何をしてくるのか、仕掛けてくるのか、ボールには行っているか、どうだ。このパスはまっすぐ相手に渡ります。ここから狙うのか、いいクロスが中に入った。このクロスはキーパーが簡単に処理しました。サイドにスペースがあります。チャンス来た。この得点をもってしても通算得点ではまだ相手にリードを許しています。延長戦に持ち込むにはさらにもう1点が必要です。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。このパスはカットされました。ボールを失った。いい位置です。ボールは中の選手へ。コーナーに逃れます。
コーナーからエリア内へ入りました。ゴール。これで得失点差もアウェーゴール数の差もなくなりましたね。これ以上スコアが動かなければ延長戦に突入です。お膳立てが最高でした。フィニッシュも正確でしたね。見事な得点でした。この左サイドからのボールは武器になりますね。別のアングルからご覧ください。野津田学人、ゴール前に入ってきました。中に入れたい。キーパーの守備範囲でした。ドーグラス・ビエイラ、ボールは相手に渡りました。さあどうする。サイドから勝負に行くか。これは大きく外れました。ヘディングのタイミングが合わなかったようですね。サイドが空いています。クロスがゴール前。このゴールはチームに余裕をもたらすでしょう。さらに勝利へ近づきました。このゴールによってファーストレグとの通算スコアで相手をリードしました。違うアングルから見てみましょう。このパスは読んでいました。ここからどうする。低いクロスを入れた。ダメです。いいクロスに見えたんですが。川辺駿。スコアは4対0。後半戦の開始です。相手ボールになりました。ボールをクリアしました。アタッキングサードに入ってきた。素晴らしい読みでインターセプトしました。スローインが与えられます。噂になっていた大型移籍ですが、クラブから正式な発表がありました。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。スペースへのボール、キーパーが処理しました。チーム本来のプレーができていないことにサポーターも怒っているようです。攻める時間がほとんどありませんからね。ボールを持った相手選手にもう少し人数をかけて囲んだ方がいいでしょう。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね。
選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。ドーグラス・ビエイラ、ここはサポートがあります。パスをカット、いい読みでした。佐々木翔、ノスタ、素晴らしいスルーパス。佐々木翔、レフェリーはアドバンテージを取っています。ドーグラス・ビエイラ、何を狙うのか、ディフェンダーがうまく読んでいました。ここはよくスペースが見えていました。このプレーはチャンスにつながりません。激しすぎるタックルでした。退場になってもおかしく。ありません。見事なパスカットです。ボールを奪われました。何かしてきそうですが、前に進んでいます。ノスタ、さあカウンターを仕掛けるか。さあどうする。見事な視野です。スルーパスはキーパーが処理。素早い飛び出しでした。ボールは相手に渡ります。このボールは重要です。ここはドリブルに入ります。ゲーム終盤に貴重なキーパーと。ホイッスルが鳴ってセカンドレグもここまで。チームは次のラウンドに進出です。僅差の勝利でしたね。一つ間違えば勝者と敗者が逆になっていた可能性もあります。チャンスを確実にものにしたことがこの結果につながったんでしょう。